三菱360は1961年に新三菱重工業が発売した同社初の四輪商用系自動車である。製造は倉敷の水島製作所が担当。1946年以来製造を行ってきた三菱、水島系貨物型オート三輪の技術と1959年発売以降、 年産1万台以上を売り上げていた k 応と、三輪三菱、レオでの経験、実績を踏まえて開発された、k、軽ボンネット版であり、1962年の初代三菱、ミニカ、1966年の初代三菱、ミニキャブのベースともなった。また、本校では、以下のモデルについても便宜上記述する。駆動方式は、上位クラスの自動車では、 一般的なフロントエンジンリアドライブで、ドアは、前開き式を採用。スプリングは、フロント横置きリーフ独立。リアが、ハンダエンリーフリジットという、保守的だが、耐久性の高い手法を採用した。金子徳次郎のデザインになるスタイリングも気をてらった、ところのない機能優先なもので、前輪駆動や、リアエンジンなど、多種多彩な設計、デザインの軽自動車が排出されていた。 当時の風潮とは一線を画した徹底堅実な構造である。エンジンは ME21 型にストローク強制空冷直列に、気筒 359cc で最高出力は17馬力を達成し、フルシンクロメッシュ式4足コラム MT との組み合わせで、当時の日本の道路事情では十分な性能である最高速度時速 80km の動力性能を確保していた。 バックドアはスタンダードが横開き、後に追加されたデラックスが上下開きとなっており、後部座席を倒して2名乗車とすることでゴルフバッグを2個詰める広いスペースが確保できた。当時のボンネット型軽自動車の中では広い過失を備えることがセールスポイントであった。三菱360ライト版のこうしたパッケージングはその後の軽ボンネット版のひな型ともなった。 三菱360は商業的に成功し、そのまま車体後部を乗用車型に設計変更した四座系乗用車ミニカへと発展する。その成功は翌年の新三菱水島製作所の王と三輪事業の打ち切り、四輪事業への全力傾注という三菱の経営方針に大きな転換を引き起こす契機ともなった。ありがとうございます。